はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。ただいまサイゼリヤに来ております。今回は1月の定期勉強会の内容についてこういうことしようかなっていうのをちょっとだけ話させていただきたいと思います。1月は自分自身が実際に日本語の監修を務めているセラスプライトという四川の成都に本社がある会社の物販ツールがあるんですけど、まあ、できないことはないっていうツールなんですよね。でそのできないことがないと言われるセラースプライト、すでにご登録いただいている生徒さんもいらっしゃると思うんですが、それを使ってプロジェクターで私のそのセラースプライトの画面っていうのパソコン画面っていうのを共有して、でもう商品リサーチを一緒にしちゃおうかなと思ってます。やっぱりですね、看板商品っていうのが 1,2 商品あれば物販っていうのは一気にやりやすくなるんですよね。楽しくなるし実績も出やすくなるので、なのでその商品の本当はね、依存的に私が何か商品リサーチしてそれを受動的にやるっていうのは良くないことじゃあ良くないことなのかもしれないですけど、とはいえやっぱ初めの一歩っていうのがよくわからない方もいると思うので、こういう商品がツール上は良いとされてるよっていうところまでをもうみんなで発掘しちゃおうかなと。で発掘した後細かい部分ですよね、こういうデザインがいいとかこういうカラーがいいとか、この商品の中では自分はこれが好きだとか、まあ、そこら辺っていうのは十人十色なんで、決して1から10まで手取り足取り受動的にっていうわけではないので、せっかくね勉強会毎回お金出して参加してくださっている生徒さんに、もう超具体的かつ超実践的で実績に直結できるような商品っていうのを1時間半の勉強会の中のまあ30分とか1時間とか使って、もうガンガンもうみんなでやっちゃおうと、もうみんなで儲けてみんなで講習タイ行きましょうっていうことを1月の勉強会でやっていきたいと思います。なのでぜひね1月の勉強会、まあ新年一発目っていうのもありますしご参加いただきたいんですね。でその中でもうかなり有益というか、もう本当にツールを使って実際にそのツールの使い方も含めてですね、一緒に皆さんと確認していけたらもうこれ相当有益なことなんじゃないかなと思いますので、新しい試みとしてセラースプライトを使って、で実際にこんだけデータを Amazon 上のね様々なデータをかっさらって、でこんだけ有利な情報っていうのが得られるんだよっていうのを皆さんに紹介できればなと思います。でセラースプライト、私の生徒さん月に 30% オフで定期購入というか月額制なので購入することもできますので、それを皮切りに面白いなと思ったらセラスプライトの使い方を勉強会でも腹に落としていただいて、その後は自分自身でガンガン使っていただいて、でやっぱり商品リサーチってなかなか進まない人ってあれやこれや考えちゃって完璧主義に陥ってなかなか商品見つかんないよっていう方のその突破するためのね、その袋工事を突破するための一つの秘策として、まあ、ツールの力を補助的に使っていくというのであれば、アナログリサーチ超推奨派の私としても決して不本意ではないかなと思いますので、というわけで今回は1月の勉強会セラースプライトでみんなで商品リサーチ一気にやっちゃおうっていう話をさせていただきました。ぜひご参加ください。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。はい、タンパク質、タンパク質、ご飯なしです。これを注文しました。いただきます。